皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日8月7日日曜日、本当の友はあなたの失敗を喜ばないという題でお話をさせていただきます。人の不幸は蜜の味と言われます。人の不幸、それがとても受けますよね。受けることがありますよね。ですからあなた自身が自虐ネタをする、あるいは不幸を語る、それが時として人に受け入れられると勘違いしていないでしょうか。自慢するとね、何こいつ自慢しやがって。でも失敗するとね、あいつより俺の方がマシだからってこうニコニコしてくれる。でもそういう自慢を喜んでくれる、不幸を喜んでくれる人は本当の友達でしょうか。そういうことをね、自慢する人がいますよね。不幸だと嘆いてんじゃない、自慢してんです。例えば病院に行く、そうするとね、私なんてね、7針縫ってね、何々を切って何々をやったのよって、それね、自慢してんですよね。もっとすごいだろうみたいなね。こっちだってね、毎日病院通ってんのよって。私たちはですね、そのような失敗や不幸を話すとき、できるならばそれを自慢するんではなくて、どう乗り越えたか、どう乗り越えようとしているか、それを語った方がいいんではないでしょうか。その言葉を聞いたとき、心から賛同してくれる人、それが本当の友達です。本当の友達はあなたの失敗を喜ばない、あなたの成長を願う、そしてあなたと共に生きていく、そういう友達です。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そんな友達を見つけるために、私たちは不幸自慢や、もちろん自慢もしない方がいいでしょうけれど、あなたのありのまんまを喜んでくれる、そういう人があなたの本当の友です。最高の友はイエス・キリストですが、イエス・キリストと共に親友も見つかるといいですね。慈しみ深き友なるイエスは、罪人が憂えよ、通り去りたも心の嘆き、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。